アレクトラグライドは日本で開催される屋内レーブ、テクノフェスティバルである通称エレグラ晩秋期の週末に開催されるオールナイトイベントテクノの枠にはとどまらないダンスミュージック全般にわたる広範囲で多彩な出演者が特徴で Y やメタモルフォーゼと共に日本最大の規模で開催される2000年スタート BEATINK の総合プロデュースのもと スマッシュ、ホットスタッフ、三者によって開催される。屋内の例部としては、ワイヤーと共に、日本最大規模のもので、イギリス系のアクトを中心とした海外の著名な、アーティストや DJ をブッキングする。テクノを中心としたダンス系のイベントではあるが、ロックバンドよりのライブアクトもブッキングされることもあり、クラブ層以外にも広く、ロックファンなどからも認知される、秋。 フェスとしての側面を持つとされる。会場は、スタート時から一貫して、幕張メッセでの開催が続いており、2003年から2005年には、東京以外にも、大阪の ATC ホールでも開催された。2005年の開催を機に、イベントはしばらくの救済状態が続いていたが、2009年、英国の老舗テクノレーベルである。 ワープ20周年を祝した所属アーティストによるパッケージツアーの日本公演に際して同公演をエレグラと関して4年ぶりに再開された。2012年はエレグラの名称では3年ぶりに開催。11月24日、マックハリメッセ11月30日、マックハリメッセ12月13日、マックハリメッセライブ DJs11、28、マックハリメッセ11、29、 ATC ホールスペシャルゲスト1126幕張メッセ 1127ATC ホールスペシャルゲスト1125幕張メッセ 1126ATC ホールライブ DJs スペシャルゲスト11月21日幕張メッセ1123幕張メッセ 1124ATC ホールのついているアーティストは幕張のみ 11、29、幕張メッセ戦術の通り、5年を最後にエレグラ名義としてのイベントはしばらく救済状態となった。6年が中止になったのは、ブッキング難航によって、例年と同じ規模のメンツを維持することができなかったからだと言われている。しかし、出演者のみならず、会場で販売されるアルコール類のランク、スポンサー選定など、 ユニークで良質なものに関わりを持ち開催を続けてきたビーティンクが3万2000人以上を集客するほど巨大化し普通ルーティーンになってしまった2005年のイベントに対して嫌悪感を持つに至ったことが最大の要因である。しかしその代わりなのか本来ならばエレクトラグライド07を催すはずの日時に同じ会場で同じチケット代で アンダーワールドの来日公演が企画された。主催側からは、アンダーワールドの単独公演から発展したもの、と、アナウンスされたそのオールナイトイベントは、オブリビオンボールと題され、アンダーワールド自身がキュレーターを務めての効果、サポートゲストを帯同させた、フェス形式という体裁をとった。しかしながら従来通りのエレグラとも言える、この、オブリビオンウィズベルズに対し、 参加客の間では、実質上のエレグラ大体公演と取る向きが強い。11月24日、幕張メッセ公演内容は120デーズ、シミアンモバイルディスコ、アンダーワールド、ジョーブの12ライブを行い、転換の合間合間にアンドリュー・ウェザー・オールが1時間ずつ4回の DJ セットを行った。ありがとうございます。